えっとがしょ、三が日の三日を使って行った、一月三日に行った東宝村っていうところの写真もついでにあります。東宝村っていうのはこの辺りなんですけど、あの、長崎に行く途中のスカイマークの機内紙で、あの、その田舎の風景を紹介してるページがあったんで、それでちょっと行ってみようと思って、行ってみました。余計な機能、そう余計な機能なんですよ、あれ。勝手にオンになってて知らない写真が。 キラキラ光ってたり、あと、波しぶきの写真で、雪が、あの、ご認識されて雪が降ってたりして、そう、彦コさんのちょっと左下あたりです。で、1月3日に朝7時の便で、実家の近くの古賀駅から7時に乗って、7時だったっけ ?6 時だったかなで、これがの東峰村の一番北の端の方にある、筑前岩屋駅。前、まあ、駅舎新しいんですけどね。 このトンネル越えた向こう側の、もうちょっと右手あたりが彦さんっていう、あの、えひさんと書いて、彦さんと読む、あの、割と有名な山があって、大 <laughs> 分、そう、大分の県境です。そう、土居中な。この時あの、機材がもう全然だめだったんで、配信諦めたんですよね、朝っぱらから。彦コさん、私は野峠っていうとこ行ったことありますけどね、十何年前に。3連休どこも行かなかったですね、明日ぐらいはどこか走りたいです。近場でもいいんで。 で、駅の前には名もないんですけど、この岩屋湧水っていう、湧き水が販売されてるあの機械があって、えー、っと、こっちの方がいいかな。で、あのー、駅前人はいないんですけど、車でこの水買いに来てる人たちがいっぱいいました。ただ、この辺りですね、あの水道水も結構いいらしいんで、この後で昼ご飯食べた食堂の人は、あのー、別に水道水でもそんな変わらないって言ってました。 電車置き場、ヒコさんトンネル、うん、あ、それ知らないです。あ、紅葉か、紅葉の時期行ったことないなうん、有料だけど、まあ100円でな何十リットルとか何百リットルじゃないですかね。で、この後、えー、近くの棚田を見に行って、これもあの、スカイマークの機内紙に載ってたとこです。こんな感じでした。ちょっと天気があれなのと、時期的にあんまり写真映えしないですけどね。 で、あと近くにある岩屋神社ってとこ見に行って、で、行ったらここは結構すごかったんですよ。あの、敷地が広いんです。で広いのと、半分以上山になってて、山っていうかあの、岩とか崖ばっかりなんですよ、ここ。で、あの、これが本殿なんですけど、本殿に行く階段がもう <laughs>、なんというかあの、この手すり捕まってないと足が滑るっていうような感じのとこでした。あ、ここ有名なんですか すごいとこですよ、ここ。お参りで遭難事故、下手したらそういうふうになる可能性も十分あると思います。雪とか降ったら大変じゃないですかね、ここ。そう。で、えー、っと、これが機内,もこれも機内紙に乗ってたんですけど、ご神体がこれであの、隕石らしいです。このサイズ。このサイズで隕石ってことは多分ないと思うんだけど、で、これですね、あの見たら目が潰れるらしいんですよ。目が潰れるから、 えこれまでのとこ誰も中身見たことがないんだそうです。というのと、あとこれ藁で覆ってありますよね。で、この藁を確か4年に1回取り替えるんだけど、えっ、ー、と、12枚剥がして13枚、あの、周りから、この、囲う、囲うんだけども、えー、ずっとそれでやってきて、量は増えないんだそうです。まあ、あの、4年に1回増えてるはずなのに、信じていいの。 いいいんじゃないかなか <laughs> まあこういうのはこのサイズで隕石とかことはまずないと思いますけどねだってそれだったらすごいですよね被害がそうあのツングウツカみたいなことになってると思いますあれって隕石じゃないんだったかなあでこれがあの本殿が建ってる立地ですあの岩の影というかこれ岩がちょっと傾いたらやばい感じですね これって確かの奥多摩の方の白髭神社っていうところもこんな感じだったと思いますえーと、いつものご神体あそこもなんか見ちゃいけないものなんですかねあ、そうそう、あと消し飛びますよねそう、あの藁を全部剥がしてしまうと大変なことになりますいやが後からで、この後ですねあの本殿のところであのその地元のおじいさんが おじいさんのほか、十何人が実はここの神社の管理に当たってるらしいんですけど、えー、っとその人とずっと話をしててで、奥の方は若い人じゃないともう登っていけないんで、管理が大変だとかいろんな話を聞いて、で最後にあの別れるときに、あのそのお供えでこの小さな餅の袋が山積みにされてお盆持ってきてたんですけど、おじいさんが、あの一つ持っていけって言われたんで、持って帰りました。これ、実家に帰ってから焼いて、なぜかカレーで食べました。 CG みたいは、これかなヒヤヒヤ感。そう、また持ちもらったんですよ。いや、愚痴じゃなくてですね、本当に歴史いっぱい聞いたんですよ。で、そこのところあの動画であげようと思って動画そうやっぱ編集進んでないな <laughs> まこれ普通の餅なんですけどね。で、地元で着いたんですかって聞いたら、あのー、それ専用の人やっぱり頼んでやってるって話でした。でもちゃんと、あのー、手で疲れた餅です。 そう、疲れたやつですね。草刈り、あれですかね、一宿一般のなんとかですかね。田舎に泊まろう的な、落ち着きじゃろう。私は一言もそんなこと言ってないのになぜかもらいました。これ駅で、えっ、ー、と、ちょっと地図の方にルートが出てないので分かりづらいですけど、えっ、ー、と、さっき着いた駅がここ、えー、筑前岩屋駅で、で、ここからずっと下っていって、この大行寺っていう駅の方に下っていってます。 で、下っていく途中で、これも機内してみたメガネ橋だったかな。あの、実は、あの、今の時期だ、ライトアップされてたらしいんですけどね。夜になると。まあ、ただ、あの、昼間しか行ってなかったんで、それ見られなかったんですけどね。あと、蜂の巣がついてました。んお餅も,もう二つ、もう二つ。で、これが大行寺駅。で、実はここに来たかったもう一つの理由が、 この駅舎の中のこの駅員室を改装して作った食堂があるって書いてあってでそこのあのおまかせのよしこめしっていう定食はすごく美味しそうだったんでまあでも1月3日だったらまだやってないだろうなと思ってたら実はやってました駅喫茶さじ加減っていうこれ地元の女性の人がやってるんですけどねさっきの多分スズメバチですよねあそうそう3つあるらしくて2つは見たんですけど 3, 3つでも見れてないんですよ普通に道沿いに走ってったら見落としました で実はこれ去年9月から始めたとこらしいです。それより前もなんかあの村内で別の活動をやってたグループの人らしいんですけどね。うん。駅には人。ここはですね。まあ、私みたいに機内誌を見てくる人とか最近結構人来てもらってるらしいんですけど、あの、列車で来る人はまずいないそうです。2時間に1本ぐらいですからね。そう、入り口はあの、えー、っと、 線線路線路側かなからです、すでこの東方村ってところは、あのー、この辺りの、あの、宝州山村ってところと、あと、こっちの,あの小石原焼きで有名な小石原っていう村と、がくっついた村なんですけど、そこの小石原焼きんとこでやってる、あの、ガラス工芸の店の器らしいです、これとか。そう、おしゃれなのめちゃくちゃ安いんですよ。えー、これ。 あ、よく見たらあんま時間ないな。ま、あいいや。あんまり焦らずに月枠まで、まあ、入ってもいいか。そうそう、食事も、あの、じっくり紹介しないといけないし。うん、儲けとか全然なさそうなんですけどね。安いメニュー。まあ、機内紙に書いてあったんで。あと、店内こういうレトロな感じのものが売られてるんですけど、あの、大半はなんかご、あの、この、 えっと、奥さんじゃないや。なんて言ったらいいんだ。店主の人のものか、友達からもらったものらしいんですけどね。えー、どっかわかりやすいものないかな。例えば、例えば、あ乗ってないな。こう、学校の時に使ってたやつとか。で、このあたり、大概100円なんですよ。これもなんか、あの、儲けとかそういう話じゃないみたいです。そうそう、報酬山のとこですね。トゥルシー、あ、飲み物の話ですかね。 で、まあ、これ食事中、あれちょっと待ってください。食事の写真どこ行ったあ,あ写真の位置がずれてる。食事の方先に見せないと。あの、これピカソの機能で1枚にまとめちゃってますけど、一通り説明すると、まずサラダが出てきて、で、えー、ほうれん草かなこれ、ほうれん草か何かと大豆の炒めあ、あえたものかな あ,とこれあの油揚げが入ったナマズとあとあったかい、えー、ポテトサラダそうん白菜の漬物漬けに来ましたいらっしゃいませかなでこれが豆うのスープん今どこ家でこっちがキノコのパスタ結構これあの唐辛子効いてましたねであのー これが、柚子の皮の,あの甘く煮たカンロリンかなとヨーグルトで、この葉っぱはミントです。で、こっちがですね、さっきのメニューで、ちょっと甘いもの100円って書いてある、これが、えー、っと、これです。パンケーキ。あとこれ、コーヒーはあの定食の中に入ってるんですけどね。で、これでこの100円の甘いものを足して700円なんですよ。 趣味でやってるってことなんですかねといってもなんかその道楽とかそんな感じでもなくてそんなで活動してた人らしいんでどうなってるんですかねこういうのをやって村を活性化させるとかいう目的の方が別にあんのかな安いですよねでこの甘いものも100円だからと思って油断したら量があったんで腹いっぱいになりました賃料がまあ、あの1人でされてるとこなんで 出てくるまでちょっと時間かかるんですけどね。全部で3、40分ぐらいだったかな。あの、最後のが出てくるまで。あの、次々出てくるんですよ。うん、やっぱりリピーターの人に来てほしいからっていうのがあるんですかね。半分、恐らくにしても安いよなぁ。常方に来そうかもしれない。で、あのー、確か12時半ぐらいにベルが鳴ったんで、ホームの方を見に行ったんですけど、 えっと、廊下防止、廊下防止。あ、ここはですね、あの、ぜひ行ってみたほうがいいと思います。本当に感動しますよ。立地的にも、あの、食事の内容的にも。まあ、交通費かかりますけどね。まあ、近くの人で車の、車だったら、安く行けるかな。で、これ写真撮ってるのは、この普通に撮ってますけど、えっ、ー、とですね、この大行事っ駅は、駅舎から、駅舎から、あ、ダメだ。 あれどこだ確かこれが線路でこれがあの学校であこれだこれがさっきの大行事の駅舎でここが線路ここがホームですねでこの線は全部階段なんですよあ全部じゃないかどれかが階段のはずなんですけど7070 70何段だったかな100何段だったかなかなり息が切れるぐらいあの登らなきゃいけないんですよさっきのあの えーっとどこ行ったこのぐらいの標高差がそのまんままだあのさっきの駅でも同じように高さがあるんですよ。というので撮った写真がこれかな。実はこれパンケーキ食べる前であのすいませんちょっと見に行ってきますって言って一緒に来てた女性客の人たちも一緒に見に行ったんですけどあじゃあ次枠もうちょっとやって終わります。3枠目までやって終わります。じゃあまた次枠で。 沼田、あ、沼田、沼田桜さ,さんって誰ですかでも切れたか。沼田桜って誰余裕いらっしゃいませ。さすがに15分じゃ終わらなかったですね。特に急くでもなく普通にあの紹介しようとしてたんで。いらっしゃいませ。 えっと、今日は3枠目です。これの途中ぐらいで終わると思います。こんばんはいらっしゃいませ。ん <laughs>、あコーヒーを入れとけよかった。明日休みだそうですね。いや、多分これ私、放送終わった後もし,あのしばらく戦車ゲームとかやって、まただらだら過ごすんですよ。で、またどうせ午前中寝てたりするんですよ。でも10時ぐらいに家出て、どっか行けたらいいですね。 うん。これで、あの、最後の枠です。あもう一つネタはあるけど、それもこの枠で収まるかな。うん。で、あの、今回地図、あの、GPS ログはアップロードしてないんですけど、こっからスタートして、こっちに下っていって、で、大分県境で折り返して、小石原の方行ってから帰ったんですよ、今回は。ちょっとこの辺りうまく <laughs> 用意してないから説明できてないな。じゃあ、始めます。いらっしゃいませ。 で、これが大行寺駅。この列車を見てから、このデザートのパンケーキ食べたんですけどね。ああ、拡大するぞ。拡大すると右下の間邪魔になる。あ、そうか。これで消えるのか。あれんあれこれ、このバツ印何の意味があるんですか一体。これで押して消すと、元に戻るっていうのは、まあいいや。 あちなみにこれあのえっ、ー、と株,株の酢漬けだったかなだったと思いますそうこれはあの,あのウェブアルバムの方にはフルサイズでフルサイズじゃないかかなりでかいサイズで載せてるんで拡大してもそこそこ見られると思いますうんあのキノコパスタですねしいたけとかナメコとかでえっ、ー、と確かこれなんだっけヒタヒコ酸泉だったかなヒタじゃなくて あ、ひたひこさん、合ってた。2時間に1本ぐらいの列車です。株の鈴毛。ん株の鈴毛って一般的じゃないですかね。その株じゃないにしても。日付変わりましたね。まあ、どうせ休みだし。あと、ここは、あの、えっ、ー、と、駅員室改,造し改装したて、あの、置いてあるものを変えただけで、壁とか全部そのままなんですよ。この切符売り場もこの通り。あの、寒いので蓋をしてあります。 このガラスの,この切符をだあのやり取りするところが隙間風が入るんですね。えー、っと、下はそうですね、おいたの方ですね。下足でしたかね、あっちは。そう、あの、冷たい風が入ってくるので。ただ、この辺り、雪はそんなにあのたくさん積もらないんだそうです。ただ、小石原の方はそこそこ降るらしい。同じ村の中なのに。 で、その先にあるのがこの豊州山駅。これ、元あの、豊酬山村だったんで、で、これがもう、あの、大分県との県境に近いというか、あの、県境、ま、県境またいでるんで、駅のホームに、あ、ちなみにここは、あの、やっぱり無人駅ですね。こんななってます。豊州山駅。九州で唯一。ってことは、本州の方だとまたあるんですかね、県境が。 真ん中にあるホームっていうのは、駅っていうのは、気持ちは、この後5時まで、5時までやらないようにしたいな。ちなみに今、あの、日本戦車ツリーを進めてるんですよ。えーっと、あれチヌまで行ってるんですよ、チヌまで。あー、そう、日田市行ったこと確かないはずなんですよ、私は。大分県。<laughs> そのネタ、なんか、なんかものすごく古いような気がする。古い街並み、あ、深いですか。 バツボタン。押しても意味がないボタンですよね、これ。拡大した状態で消したいのに。で、えー、東方村の、えー、っと、宝州山村の中止あの、役場があった辺りを通過してで、通過する途中になんかこんなのあったんで入ってみたかったんですけどね。これやっぱパソコン教室的なとこなんですかね。あとあの、村内にこれどうも、あの、ローカル放送局があるみたいです。このトレードマークの。 そう木,木造家屋の。長崎だけ。いや、えっ、ー、と、年末は長崎だけでした。で、えー、正月休み5日間、実家の、福岡の実家にいる間に、ちょっと、あのー、まあ、近場というか、電車で2時間半かな。あ、この辺り、記者か。まあ、鉄道リンク行して行ってきました。中人、メディアカフェとメイドカフェが似てるかな。まあ、寝カフェとは言えますね、きっと。 おそらくネット接続あってはなってるんだろうし、重人の。で、ここからしばらく、えー、小石原の方まで上りです。同じ村の中なんですけどね。で、上っていくに従って、周りはあの小石原焼きで有名なんで、窯元だらけなんですよ。この中にいくつある,いいくつあるんだったかな、窯元が。もう上ってる途中から窯,窯元の。 あの建物が増えてきてで多分この薪も焼くためのものなんじゃないですかね道端にあったあの薪なんですけど人が少なそうな小石原の方は割とあどうかな焼き物の窯元しか見てないなこっち来て窯元だらけですあこれちょっと弓道に入ったとこで、えー、少し雪があったなっていう写真です 確か一日だけ降った日があったんだそうです。年末だったか年始だったかに。で、小石原の中心地あたり。えー、地図で言うと、そう、少しだけ雪がありました。えっ、ー、と、このあたりですね。道の駅もあって、割と車が来てるあたりです。で、あのー、これ窯、か元周りのかまが出品してるんですかね。あの、共同展示場ってとこがありました。 ちょっと中には入らなかったんですけどね。えっ、ー、と、初売り、初売り、初売り、何匹って書いてあるこれ。あ、吹くきか。特売品、骨董骨董かな。えっ、ー、と、あ、修験者見てないけど、そういえばなんか修験者の絵が書いてあるとこありましたね。確か岩、岩屋神社の方にはそういう絵が。 なんか見たような気がします。岩井神社の方では。で、ここであのツイッターでちょっとやり取りしてたんですけど、あの地元のですね、しいたけさんっていう、まあ、あの、リスナーの方という情報しか私は知らないけど、まあ、近くってほどでもないけど、まあ、福岡県内に住んでる方が、あの私の朝ちょっと放送しようとしたのとツイッター見てやってきてくれて、あの車で来てくれたんですけどね。で、ちょっと道の駅で。 一緒にお茶したりしてました。あ、ちなみにこれはあの、おからドーナツです。いや、マフィンじゃなくて、あの、ドーナツの生地で、中に、ドーナツの生地というか、あの、おからの生地っていうのかな。なんか、おからドーナツと書いてありました。こんな山奥に、いや、その人また、あのー、どっちかっていうと、私の方に近いんじゃないのかな、福岡の実家の方に。そう、おからドーナツにあんこが入ってました。で、 またたもらったよこれ何て読むんだったかな小枝山餅越山餅小江山だったかなあのー、<laughs> あ、柳川市って出てますね。そうそう、あの柳川から来られてる人だったんですけど、椎茸さんって。の人からまた餅もらいました。これはあの実家に帰ってからいただきました。あの白あんが入った餅菓子でしたね。八個越山かな越山だったかも。あ、椎茸さん。コスさん。あコこさんでしたっけ その場で聞いてて、あれちょっと珍しい読みだと思ってもう忘れてました。失礼しました。コスさんか。読めないなぁ。そう、その時聞いて珍しい読みだなぁと思ったことしか覚えてない。休憩時は、そうですね、コーヒーですかね。なかなかの紅茶だけ出してるとこっていうのも、あ紅茶出してるとこも店とかじゃ少ない感じがするし、そうわざわざ福岡の方からです。福岡県柳川市か。いや、まあこれも福岡なんですよ。 このあの合ってる場所も福岡県ですから、ここ。えー、っと、ここに県境があります。こっちが大分県。そう、だから今回ですね、年末旅行を含めると、持ちもらった回数は3回ですね。小さいおさん、また変な覚え,させか覚え方を。明日はどこで。いや、明日本当に出られるかどうかわからないし。でも、テストしたいんですよね。本当にあのミックスでちゃんと配信できるようになったかどうか。 そうご,本人様ご本人様ありがとうございました。ん風が、風が。うん、ギリギリ福岡ですね。九州制覇。県的には制覇してますけど、走ってないところいくらでもあります。で、この写真は何かっていうと、あのー、子供の頃から馴染みがあった西鉄バスの小さいやつがいると思って撮った写真です。あのー、私以外誰もわかんないですね。いや、福岡の人だったらわかるか。 あの西鉄バスの模様って、結構私が確か高校、大学の頃からこんな感じで、このロゴは入ってなかったですけどね。あ、わかる人いる。の小さいやつがあったんで、おっと思っただけです。ということしかわかんないですね。わかる人ありがとうございます。長崎放送で電源供給の、あ、えー、っと、その配信機材の話ですよね。USB ハブがどうも不安定のような感じですよ。 ハブを3つ試したところ、あの、すごいハブっていう電源安定性の高いハブ使った時だけ成功するんですよ。それ以外の2つのハブだと途中であのいきなり切れてしまうんです。切れるというかの認識しなくなってしまう。えー、道中は起伏は、あ、そんなことなかったです。えー、そうか。アップダウンが書いてないんですけど、こっからここまで100メートルぐらい下って、 で、200メートルぐらい登り返して、この小石原の方行って、で、こっちの天城っていうところまで、この日は走ったんですよ。で、なんかいるの見えましたかあの、小石原から西に向かうとですね、本当に山の中で何にもないんですよ。こっち方向だとゆっくり下っていくんですけどね。ん昔の、あ,あそうそう。えー、っと、フリーパス、パス。USB3.0 ではないんですけど、2.0なんですけどね。もともとあの、ミックスの方もあれ2.0の、 マイクロ USB なんですよ。あ、そうそう、画がダメの。で、なんか途中、犬見ました。えー、声が変になるのは、えっ、ー、とですね、あの時使ってたオ USB オーディオデバイスじゃないやつを今使い始めたんで、そっちでどうなるかわかんないです。そう、本当に犬です。こんなんでした。あの、枝の方にピントがあって写真撮れなかったんですよ。 でも、野良犬にしちゃ、ちょっと毛並み良さそうに見えましたけどね。可愛いですよね。ただ、あの、飼い犬だったら、飼い犬というか、普通の野良犬にしても、なんか、テリトリーが全然ない感じでした。結構長い距離移動してました。捨て犬かな首輪がないんで、多分野良犬じゃないですかね。山の中にいるし。ハブに、えーとですね。<laughs> なんか、そのあたり細かい話すると長くなるかな。 回路的に電源安定してるというハブなんですけど特にあの外部給電してるわけではないんですよなのに動きが違うよくわかんないですねでいつの間にか朝倉市って次の市に入ってました話がいいかいやでもあの明らかに数百メートル移動してたんで飼い犬ではないと思います逃げ出したかもしれないん ?500?500 手500なんだっけ で、まあ、あの、朝から行ってて、しかも距離が確か3、40キロしかないから、いくらなんでもそこまであの暗くはならないだろうと思ったら甘かったです。最近なんか自分の見積もりがどんどん、見積もりは多分変わってなくて、あの、途中ダラダラしてる時間が長すぎるんですね。なんかダラダラ度合いが上がってる感じがします。で、これがあの、江川ダムのダム湖ですね。えー、さっきの地図だと、これですね。ここのところ。 えー、え、天岸なくなった。どっかとくっついちゃったんですかね。うん、家とか全然ないです。あ、合併したのか。あ、そうそう、これ国道500番ぴったり台です。あ、ぴったり台じゃないや。500番ぴったりの国道ですね、ここは。で、これがダム。んあ、天岸がなくなって朝倉市に入ってるのか、なるほど。あ、で、えー、っと。あ、そうそう、これ、これ、これ、500番、500番。 で、ヤオイかんばいっていう言葉分かる人いますかねこれあの結構あの私も子供の頃から年配の人が使ってるのよく聞いてたんですけどここで切らないようにここで切るようにえーこれは何言ってるかっていうと水を守るのも簡単じゃないって書いてあるんですよ水を守るともヤオイかんばいっていうふうに思うんですけどねだからヤオイで切るな <laughs> あのヤオイ いかんばいなんで、すよで、矢を行かないって何かっていうと、あの、私はこの後初めて気がついたんですけど、子供の頃から矢を行かんばいイコールうまくいかないとか、簡単にいかないって意味で覚えてたんですけど、改めて見ると、あの、柔らかくはいかないって意味ですね、多分。矢をはいかないだから矢を行かんばいなんですね。おそらくそれで合ってると思う。だから、矢をじゃないとなんか <laughs>、矢をいコメントなかないな だから水を守るのも、あの守る友っていうのの,表現あの方言ですね。いや、スムーズにというかあの、柔らかくはいかないって意味だと思います。あの、簡単にはいかないっていう、そうそう。ということに、今回初めて気がついたんで、おうと思ったんですけど、まあ、どうでもいいですね。であとは、これ、ツイッターで書いたら意外とあのリツイートが多かった。スクールバステイですね。しかも、アブイだし。この辺りの秋月上司っていう、あの、城跡が有名なとこなんですけど、 有名らしくて私は知らなかったんですけどねそう、あぶいなんかこの味があるこの手書きのやつは他のところにもいくつかありましたただ、ていって書いてあるのはこれだけでしたねていって書いてあるのはいや危ないでしょうこれ危ないというこういう送り仮名もあるんじゃないですかねあのあぶいっていうのは昔からネットでネタにされてますけどねてい子供の頃に あ、秋月は小、小京都なんですか。そんなになんか街並みはでも大きくはないですよね。八尾漢梅。八尾乾梅はでも知ってたけど、たか,か、なり強い方言ではありますよね。あやい。<laughs> 危ういのあやいか。このあたり確か武家屋敷って書いてあったかな。あ、そうそう、武家屋敷。九の亭かな九の亭かなあ屋敷として書いてあるのはここだけで、 あとはこんな感じで、あの、ちょっと古い建物も残ってるけど、新しいのもある感じでしたね。で、結構あの、観光客の人が来てました。てい。で、えっ、ー、と、秋月上司っていうのはですね、あの、お城が残ってるわけじゃないみたいでした。あの、行ってみて調べて初めて知ったんですけどね。これが石垣の後で、確かこの中も学校があるんじゃなかったっけ確か。 えっと、確か北側の方が、あ、そうそう、中学校だ。中学校があって、で秋月城,ってか城石って書いてあるんですけど、あの、建物は特に残ってなくて、石垣だけみたいですね。あと、この神社があるっていう。北海道と、あ、緩くない。そんな感じだと思います。あ、そうそう、ここ確か桜が有名だっていうふに、あの、椎茸さんが言ってた、そういえば。なんか高遠みたいだなって思いました。 いやお,いお城はない。あ、定石とか上司って言ったら普通はないんですかね。一応神社だけ見て押さえたことにして。あ、数件あるんですか。なんか一件しかあの気づかなかったです。あ、これはなんかあの、秋月上司と言ったらこの門らしいです。確かこの写真がウィキに載ってた。そう、高とはあのお城と、んまんじゅうと城跡しかないはあるのネタか。 私も秋月は電子部品のイメージありますね。秋葉原ですね。で、あとはもうあ、あの、天城駅の方に向かって下っていくだけです。で、この辺りなんかカッパスロンっていうのやってるらしいです。カッパスロン。でも原洲温泉って言ったら確か、天城からもうちょい東の方なんですよね。私があの、折り返した、えー、っと、宝州山駅のちょっと南の方だったはず。カッパスロン。 長崎の後藤の方でもそういえばトライアスロンやってたんですよねあ桜の時期はでもあの、ね、年始のこの時期でも結構人来てましたね意外と味噌は入ってなかったのにカッパスロントライアスロンまあカッパネタってことなんですかねあそうそう自販機あの田舎の方だと本当に自販機が生命線になったりするのでケロロそうかなあ,あ この目がなんかそんな感じがする。で、もうあとはずっと突っ走って、えー、天城駅に到着。これがもう天城市、天城市じゃなくなっちゃってるんですね、今は。これはの、私鉄の方の駅と、もう一つあの、西鉄の駅があるんですけどね、天城駅っていうと。で、ここでまた椎茸さんとなぜか会ってしまいました。椎茸さんもあの、近くをあちこち車で回って、ここに来た時点で、あの、また偶然会ってしまったみたいです。 シイタさんと別れを告げて、臨港で帰りましたで。これは、えーと、天城鉄道だったかな、私鉄。まあ、そっか、西鉄の方も私鉄か。そう、もう一つあるんですよ。えーと、この秋月から南の方に下っていって、そうそう、西鉄天城線と、あと天城鉄道。で、この天城鉄道の方で帰りました。まあ、帰るって、あの、福岡の実家の古河駅の方に向かってですけどね。 民家 <laughs>。で、ちょっと中は、あの、輪行袋が置きやすそうな場所がありました。置きやすい場所がありました。えーと、偶然じゃ、いや、聞いたんですけどね、偶然っぽいですよ。でしたよね。そう、スポット入るところがありました。あの、特に縛り付けなくても大丈夫です。あ、そうそう、木山駅だっけ元山駅だっけあそこで乗り換えでした。で、その後、博多駅を通過して、小鹿まで。あ、昔国鉄だったんですか。 第3セクターに同行っていう感じの路線なんですかねでもこれなんか列車自体はこれ国鉄のものだったんですかねもともとうんあちなみに車内のレイアウトがこんな感じでしたで私が乗ってきたのはこれえー、とこれも古賀駅に着いたとこじゃないや元山駅でしたっけ木山駅でしたっけで乗り換えの時ですねえー、と天城と木山でいいんだったっけ 確か木山じゃなかったかな。んレールバスレールバス。車両は別物。あ、これレールバスっていう種類の車両ってことなんですかね。ディーゼルかー。輪行は鉄分も。そうですね。吸収できてるのはそっちの吸収じゃないけど。偶然ですよね。んですよと書いてる。これ,これが、えー、っと、椎茸さんですかね。あ、木山、ありがとうございます。ということで、 1>, 1月3日の分これで終わりです。